はい、ええー、そして、ええー、まあ今回でね、一番の、まあああもう、大黒幕というかですね、もう、やり玉に一番上げられる、主球首といえば、やっぱり、えー、地上波ワイドショーじゃないですかね。はい、特に、えー、この、ミヤネ屋あ、ミスターサンデーと、この、ミヤネセー治。 なんでこいつがテレビ出るっていうのかよくわかりません。はいえー、もうこんな顔一度見たらもう,もう次の年まで見たくねえというふうに思うんですけども世の中に、ね、はこの顔をですね、毎日でも毎週でも見れるというね、珍しい人もいるようです。はいえー、そんな宮根誠司がですね、えーまあ、潔くですね、我々の報道が間違っていたと認めりゃいいのにですね。 えー、これからもテレビで仕事がしたいと言わんばかりにねテレビ局の用語のポジショントークに走ってしまうとう見苦しいやつですねもう顔と同じで。 えー、大手メディアの敗北、兵庫知事選めぐり異例の言及、テレビの方がフェイクの指摘もということですね。はい、えー、これはですね、えー、宮根は今回取材してみて若い方はもちろんなんですが、比較的ご高齢の方も SNS、YouTube なんかで情報を拾いに行っていると指摘。まあそうですね、最近はまあそのネットを見るというのはですね、その老人以外のものというものでもなくなりました。まあスマホが普及したらねテレビにも YouTube がまあ標準でついて、リモコンにねボタンを 1>, 1個押せば始まるようにできてますから、はい、えー、まあいろんなね、こう趣味、えー、のですね、まあチャンネルというのをね、見てるという、まあ高齢者も増えたというふうに思います。はい、えー、ゲスト出演した東京都知事選で15万票を獲得した AI エンジニアの安野隆。なんかこう、あのエン、安野っていう人、なんかいつの間にかコメンテーター枠に収まってませんか <laughs> なんか都知事選じゃ単なる泡末候補だったと思うんですけどなんかいつの間にかコメンテーターワークに収まってますよねこれどういうコネがあるんでしょうかこのとこは、えー、70代80代で YouTube 当たり前に見ている方いらっしゃいますと紹介した、えー、宮根は斎藤知事がネットで市場を伸ばしフィーバーのような現象になったことについてそれが自然発生的にあれだけの熱狂を生むんですかと考えを込めると安野氏は 今回の場合、斉藤さんのストーリーがパチッとはまった。最初いじめられていて、そこから実は違うんじゃないかというところで人が集まり出したという、この一連の流れがストーリーとしてすごくうまくできていたと分析したということで、なんか当たってんだか外れてんだかよくわかんない。いまいちン食ってない感じしますけどね。まあそのストーリーとしてね、えー、こう盛り上がるように、えー、流れたというのは、まあ結果的にはそうかもしれないんですけど、元はといえばテレビ局が熱造報道したのが問題だろうって話ですからね。 それが結果としてストーリーにつながったわけなんでまあやっぱなんでああいう熱狂を生んだんですかと言ったらまあテレビが熱動報道をしていたからだという話になるんじゃないですかねえー、それをはっきり言わないところもねこのアンのツーンもねもう商売人だなというふうに思いますが、えー、ここでミヤネは SNS の中にファクト事実じゃないのもあるのでどうやって判断していくかというところもあるお前が言うかミヤネよなあお前のお前の顔はじゃあこれファクトなのかよお前なあ <laughs> 生まれたままの姿がこの顔が、お前、はいえー。今まで散々捏造報道をしておいてですね、SNS にはファクトじゃないのもあると、まあ、そりゃそうだけど、お前らが言えた口かという話でね。<laughs> はい、ア、え、ン、ー、の死は一方で、今の VTR を見ていると、テレビの方を信頼できないという声がかなり増えていると思いますね。これはちゃんと向き合わなくちゃいけないという苦言も提したということです。 えー、元兵庫県明,明石市長の弁護士、泉久保氏もおっしゃる通りで、いわゆるオールドメディア的なテレビも含むマスコミへの不信感、すごい根、ね、強いと思います、まあ。テレビの中でオールドメディアっていうふうに自分たちを <laughs> 言うのは、なかなか踏み込んだなという気がしますけどね。もうテレビ側からすると、自分たちがもうオールドでですね、古い組織だみたいな、古い媒体だみたいなことを言われるのは、まあ、CM も減るしですね、こう避けたいところじゃないかと思いますが。 た、はいえー、多分生放送ですかね、これ、もうはっきり言ってしまいました、後から切れません、そういった中で SNS に情報を取りに行って、SNS だって本当かどうかわからないんですが、その中で取捨選択をして、そどちらかというと、テレビより SNS を信用している方が増えてきたと現状分析、安野氏もテレビの方をフェイクニュースだと言ってますよねと被せたと。 まあね、その、再三言ってますけど、もう直近の選挙結果でですね、アメリカ大統領選挙とかでね、トランプ圧勝なのにですね、ハリスが優勢だとか、最後まで言ってみたりですね。 えー、かなりいい加減なね、えー、話というのは増えましたからねはい都知事選の時も最初はですねなんかあ小池百合子と蓮舫があなんかこう僅差だみたいなこと言,言われてましたけど、えー、それも本当だったか分かりません結果的にはね、えー、ポットでの石丸に負けて蓮舫3位ですからねはいそれからふてくされてですね蓮舫選挙に出なくなってしまいましたまあそれはそれでいいんですが ミヤネはいわゆる我々のテレビ、それから新聞社、大手メディアというのは、平等性だとか、選挙の時それからファクトチェック、事実の確認、裏取りってやつ、それからもう一つ、プライバシーの問題、こういうものをいろいろ考えながら報道、えー、するか、ニュースにするかしないか考えるわけですよね。一方に SNS なんかは、そういうのをポンと飛び越えちゃうというところがあってとコメントと。 なんとですね、ここで宮根、もう問題発言を行います。えー、選挙期間中はですね、テレビ局もですね、いい加減な報道できないから、えー、まあ、斎藤元彦を潰しというのができなかったと。一方で SNS はそういうのは関係ないから、まあ、SNS 側の情報というのがあ、最後にこう出てきてですね、えー、まあ、最後に出てきた情報の方が、やはり選挙では有利ということでですね、えー、まあ、そのまま票が流れたというようなことを言ってるんですけど、もう これはねもう、宮根がですねそのもう証拠もなく、えー、斎藤元彦潰しの報道を行ってきたっいうのが、ね、報道とも呼べないと思いますが、それをもう、証拠があれば選挙期間だろうと、これが証拠ですというふうに報道すればいいわけなんで。 選挙が始まってそれができなくなったっつうのは、お前ら結局、ね、えー、伝聞とかですね、この人がああいうふうに言ってるらしいよとかですね、怪文書をもとにしていいかけなこと言ってきたが証拠じゃねえかっつう話ですね。はいえー、証拠もねえのに、ね、今まで散々よく国民を黙らかしてくれたなということでね、えー、陰謀老犬の YouTuber と同じようなことをですね、このまあ各メディアがやっていたと。 いいうことをミに自ら認めてしまいましままた続けて今回私個人が思うのは大手メディアのある意味敗北ですよね結論付けたということでねはいえー泉氏も斎藤さんの勝利であると同時にネットの勝利でありある意味テレビ含めるオールドメディアの面が強いと思いますと、えー、ここでもテレビはオールドメディアだというふうに泉房子は言っててねまああれだけ斎藤元彦をですねこう追い詰めてねえー、テレビ局さんこれでいいですかというふうにですね尻尾、えー、振りながらやってた泉房子この一言でまたあテレビから干されるのではない まあ干されちまいという人もいると思うんですけども、はいえー、まあこういうやり取りがありました。 ええー、まあね、最後まではっきりとですね、我々の報道が間違っていたということを言っていないところがね、えー、まあ、テレビのね、今後もダメなところだろうな、というふうに思います。実際にですね、これはミスターサンデー、宮根の番組で実際に放送されたそうなんですが、この通行人とされるこの二人の、まあ、老齢の女性がですね、えー、ミスターサンデーなんかずっと見たけど、最近は見ることないというふうにですね、えー、かつてのセガサターンの CM のようにですね、えー、セガなんてダセーよなと、 湯川専務が言われていたあ,あの CM を彷彿とさせるという感じでこの宮根がもうこの湯川専務という感じでね結局湯川専務あれから業績不振に降格してなんか背が出ていっちゃいましたけど宮根も MC から降りてね、えー、テレビ界から追放された方がいいんじゃないかと思いますが <laughs> はい、えー、もうまあ VTR が終わったあとこの顔とでもこの顔でですねテレビに出ていい顔顔というよう思いますけどね はいえーまあ、そういうことでですね、はいえー、整形してより不細工になると一体どういうこと、何がしたいんだよと、とお前はというふうに思いますが、はいえーまあ、このような、ね、視聴者の声というのをですね、Mr.、えー、サンデーで紹介してしまいました。まあ、これが食材だというふうに言いたいのかもしれませんが、こんなのに済むかつ話でね、もうはっきりですね、斎藤元彦さん、えー、証拠もなくね、いろんなこと言って申し訳ありませんというふうにですね。 はっきり謝罪しろというようよな話です、はい、そしてこれはメディアはもう他の番組でもです、ね、同様の、まあ、コメントがありました「THETIME, 安住新一郎アナ」兵庫県知事選についてテレビ、メディアに対する批判も十分自覚しているということで,です、ねはいえー、一体どの情報を信じていいのかわからない地動説と天動説だという方もいらっしゃいますが皆さんもこういう選挙を初めて見たのでは ないいかと思います。私もそうでしたと感想を述べたと、えー、いうことでですね、えー、まあ確かにね、えー、その斎藤元彦に関するまあ、候補者に関する話が嘘か本当かみたいなですね <laughs> この報告を信じますかというネオアトラスみたいなね、誰がわかるんだ、そんな昔のゲームという感じなんですが、はいえーまあ、そういう選挙戦というのは行われたのは、確かに、まあ、言われてみりゃ、そんなないのかなという感じしますけどもね、まあ、アメリカ大統領選とかね、トランプを信じますか、信じませんかみたいなですね、二 <laughs> 者択一の選挙はね、何人か連続で行われてますが、えー、テレビ、メディアに対する批判も十分自覚してるつもりです皆さんがテレビに物足りなさを感じている。 えー、その物足りなさっていうのはどうかなと思いますけどね、えー、要はそのエビデンスがあるかどうかってう話ですからねなんかテレビがそういうふうに勘違いしてなんか刺激を与えようとしてね嘘でもいいからやってやろうみたいなのが今回のね斎 <laughs> 藤元彦潰しの一端じゃないかとも思いますから、はいえーまあ、ちょっとまだまだ安住といえどもですねテレビ局のがいかに窮地に立ってるかっいうのがよく分かってないんだなっていうところもありますが。 SNS と比べてなど意見があると思います、えー、選挙において候補者を公平に扱うという決まりがあることについて説明した上で SNS と同じようなことを今のテレビはできませんがやはりプライベートをさらに裏を取ることそして公平にということで信頼感がある情報を SNS と並んで選択肢として選んでもらえるように、えー、もう一度作業を丁寧に重ねていきたいと思いますと口ぶりを固く結んだということで、ね、丁寧にやっていきたいというふうに石破茂みたいなことを言ってしまいました安住新一郎大丈夫なんでしょうかこの男ははい えーまあ、そういうことでですね、えーまあ、各、えー、テレビ番組でですね、えーまあ、一応、敗者の弁というのを述べているとで。これが結構目立ってるんですが、これ、3テレビですね。 まあ、サンテレビといえばですね、そのまあ、全国的にはなんかこう阪神の試合をですねこうよく流している、阪神ファンにとっては憧れのテレビ局みたいなですね、全国の阪神ファンがサンテレビを見たがっているみたいなポジションで、なんとなくサンテレビはいいやつなんじゃないかみたいなイメージがあると思うんですが、どうもですね地元民から言わせるとですね、サンテレビは阪神だけ放送してればいいと言われるぐらい結構報道姿勢がひどいまでらしいです。 で、えー、斉藤さんのコメント聞いててサンテレビがコメント消しまくるの面白くて泣き笑い一番面白かったのはコメント消すスピード遅いぞってのを秒で消してたということで。<laughs> えー、サンテレビがですね、まあ、YouTube のアカウントでね、斎、えー、藤元彦のですね、まあ、映像というのをライブで流したようなんですが、そこにですね、コメント、まあ、チャット欄、ライブですかチャット欄もあるんですが、えー、ここにコメント消すなとかいろいろ書かれてますが、えー、これね、ちょっと動画で流したいんですけど、さすがにちょっとね、あのーまあ、権利もあると思うんで、静止画だけにしておきますけども、この数秒後にこのコメント消すなっていうの消されます。 はい、本当にバン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 ですね、このライブのね、管理人がですね、チャットをバンバン消していってですね <laughs>、えー、それが企業のライブのやることかよという感じですね、個人のライブじゃないんだからね、<laughs> サンテレビという一応メディアの一端を担ってる、えー、ところのライブがね、えー、言論統制をですね、こう丸裸にしてやっているという感じで,ですね。 <laughs> ええー、まあやっぱそういう人間がねテレビ局ってですねこう報道と銘打って活動してるんだなという感じしますね。はい えー、そしてですね、これは、披露日ですね、えー。兵庫知事選、今日の披露日、視聴者ドン引き、不良がおばちゃんをおんぶしたら本当は優しい人と思われる、ひどいっすな、これは。SNS は嘘を言いたい放題、悪名は無名にということで、えー、なんかね、こう、斎、ま、藤元彦が勝ったのはですね、その不良が優しくしたら、えー、倍以上にいい人だと思われる理論というですね。 むちゃくちゃな論法でですね、斎、えー、藤元彦に票を入れたやつが悪いんだみたいなんですね <laughs>、えー、ことを言わんばかりに言っているというか、日本邪魔かめぐみ、稲村さんは間違った情報を流された。えー、何なんだよ、間違った情報の。具体的に言ってみろよ。えー、田崎、えー、YouTuber 誤った情報。これ田崎これ田崎しろ、えー。そして片山知事、SNS は嘘を言いたい放題と。 えー、いうことでですね、う言いたい放題だなという感じしますね。えー、これまでの一連の報道で良くも悪くも有名になり、高い知名度を誇った悪名を無名に勝るという言葉もということでね、えー、悪い評判だけで、えー、有名になったから、悪い評判で有名になっただけで当選したと言わんばかりですね。これはね、なんちゅう荒い分析ってうか、もう分析とは呼べない、ただの負け惜しみのような気がしますが、大丈夫なんでしょうか、こいつらは。 はいえー、かなりやばい、これ、ひろき、ひろびがひどすぎて、もう笑えると、えー、言ったこと言ってますね。はい。えー、まあ、ひろびひろびが好きだったっついうのも、ちょっとどうかと思います。ひろびきっいうのは、まあ、なぜかめぐみがですね、えー、謎の MC のポジションを持っていってですね、もう、めぐみで笑った人いるのかっうことで、なんか、水曜日のダウンタウンでもネタにされてたような気がする。めぐみ、めぐみのファンゼロ人説みたいなね、えー、かなり芯ついたとこをやってくるなという感じしますが。 はいえーまあ、こういうこともあって、も、まあ昼帯はかなりね、往生際が悪いなというところありますね。